ああ、寝坊です。爽やかに、高らかに宣言させてもらいます。寝坊です。いやーなぜ私が寝坊したのかというと、バスケットボール見てましたね。ええー、こんならこんな時間ですよ。バスケットボール終わって、 ああ、面白かったなぁ、残だなって思いながら、なこを閉じたら、遅刻してました。<laughs> ああ、いや、疲れた。少年バカも。こういうとこでございます。多分で出てて欲しいものですけどね。いや、出てるんじゃん、KP4。センターバック。あ、ほんまや。<laughs> KP をセンターで出てますやんボランチじゃ誰だと思ったのこれ KP <laughs> おい KP ボブがこれだとね結構マジで俺本当にスタメンドクチュよりマジサビーヨが危ういんじゃないかっていうあさあボブどうぞああ あそ、そあこ縦勝負できるんだよね中だけじゃなくて左利きなんだけどそれがマジでいい、うん、うまいそのタッチはまずいあ <laughs> あうまこれ11だ11だこれさっき入ってたから <laughs> まずい <laughs> バルサ D に負ける このままだとうちうめえよそれいやオフねえかこれビクトルかまたこのパスうめえな あの、フィリップスが一生懸命追ってるな。スライディングまで。うん。ならば、陽気か。KTP4、しっかり走ってて偉いな。今のは、マジで <laughs>。偉い、いっていうか。おーいしょー うまいオーライリー。Right. ずっとなんかこの、プレシーズンで、毎回スターメンで出てるからやっぱ期待感は高いんだろうな。これ誰だヨシコか。お前パスうめえな。<laughs> いやー、これはもうん <laughs> です、ん ターバックだから、なんエスブランドが空気読んです降りてきてたけどこれ難しいなよしこの適性センターバックとしての職務だったのかっていう本当攻撃マジうめんだけどなセルティックドライに関係はないんじゃないですか 結構イングランドとな、そっちの人多い気がする。あやばい。じ <laughs> ゃアディショナル長いってアディショナルが一 <laughs> 分過ぎてたから、え <laughs> これでまあ二二な。え <laughs> 実質二二な。ふざろす。これこれもまたふざろすですから。<laughs> マジうまいな。 いや、フィリップス、毎回飛び込んでんだけどな。俺たちのコマンダーが。毎回懸命にブロックしようと言ってんだけどね。え、ま、前で横それてくるな、なんか。あ、フィリップスの。<laughs> いや、ほんと、いつ勝つんだ、お前ら、マジで。いや、言うて、無感全然ある、今年らしい。いや、ねえ、なんか、どうだろうね。 あかんねえなぁ。ね、<laughs> 不安を煽ってくるんだよね、このプレシーズン。まだ強いシティ見てねえのよ。今年の。<laughs> 結局はっていうね、のあるだろうけど、ね。そう、これを見るとほんとね、まあ、そう。 思うのも分からないっていつもの流れですやんって分かるんだよねでも昨シーズンからどんぐらい明確にアップデートされるかっていうのがまた昨シーズンみたいな感じだと今度は負けてもおかしくないよっていうのはあると思うすか趣味なんとかしろっていう思うマジでアーセナルとか見てたらさめっちゃガチガチだったじゃん 正直、勝てよ。アーセナル。めっちゃ硬かった。ぶっちゃけ。ぶっちぎりで硬かったの。昨シーズンのプレミアで。ああいうのを見てると、どうも緩いよなっていうのは、それだけなんとかしてっていう。攻撃はまあ、なんとかなんだろうっていう。ええー、決めてるやん 俺が唐揚げ丼に夢中になってたら決めてますやん。ええー、今そんな好き見せてないよね。どっからあ、小鉢ってすごい。え、今ちょっと10秒もなかったよ、俺。ええー 今、トイレとか行ってる好きならわかるよ。ただ、ちょっとピンポン出ただけで、決まるかいうめえし、このシュート。それ決めれんだ。しかもグリーリッシュ、この手のグリーリッシュめっちゃ珍しいんだから。あそこ縦で左なんて、めったに見れないですよ。 あージェスタさん、200 <laughs> 円ありとます。音に釣られて見逃しました。いや、ほんとにね。俺も唐揚げに釣られて。そこ、こんなタイミングあるかねマジで <laughs>。ああ、まあ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 、まあ。残念でならないけど、まあ、ね、しゃーねえ。あぶね ああ、終わりか危ねえ。えー。で,で次、チェルシーだよね。チェルシーには勝とう。チェルシーも仕上がってないからよ。いや、なんとか引き分けだぜ。うえ。一命は取り留めたな。PK で勝った方が勝ちとしようか。